ピラニアナプテリーという種類でして、南米のアマゾン川に生息している種類のピラニアなんですね。で、皆様ピラニアと言いますと、テレビや映画などで、はい、ご覧になったことあるかと思います。その時にですね、大きくて恐ろしい魚というイメージを持っている方も少なくはないのではないでしょうか。はい、ですが、なんと世界中で40種類ほど生息しているピラニアの中で、皆様の想像しているような大きくて恐ろしい種類のピラニアはたった4種類しかいないんですね。はい、こちらの、展示しているピラニアナプテリーはそのうちの1種類でして、とっても恐ろしい種類の2つなんですね。はい、今からですね、こちらの水槽の中にこちらのピラニアの餌となる魚を下ろしていきたいと思います。その時にですね、ピラニアたちとっても恐ろしい姿を見せてくれると思います。先ほどこちらのピラニアは南米のアマゾン川に生息しているとお話ししましたが、南米のアマゾン川の水はとっても濁っていて、ほとんど前が見えないんですね。とっても見通しが悪いです。その中で生きてきたピラニアは、目で餌を探すこともできるのですが、主に匂いや音で餌を判断します。餌だと思われる匂い、例えば血の匂いなどを嗅いだピラニアたちは興奮状態になります。今からぜひとも興奮状態になったピラニアたちご覧いただこうと思います。はい、それでは餌を下ろしていきたいと思います。餌を下ろします。はい、今餌が下りてきまして、ピラニアたちすごい勢いで襲いかかっております。さあ、そしてみるみるうちに食いちぎっていきまして、はい、どん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 フックから外されていっております。さあ、今、すごい勢いで餌の魚に襲いかかっておりますが、こちらの餌の魚はですね、ウグイという川魚を下ろしました。こちらのウグイという魚はですね、とても硬い背骨や、頭蓋骨を持っておりまして、私たち人間が骨まで最後まで食べようとするととっても苦労するのですが、ピラニアたちはいとも簡単にその骨まで噛み砕いて、はい、食べていってしまいます。そしてみるみるうちに食べていってしまいまして、現在はほとんど、はい、跡形もなく食べきってしまいました。今とっても恐ろしい姿を見せてくれたこちらのピラニアなのですが、実は臆病な一面も持ち合わせております。例えば私たち飼育員がこちらの水槽の中に誤って転倒してしまったとします。そうしますと、今の魚のように食べられてしまうのかと言いますと、そうではなくて、ピラニアたちびっくりして水槽の端っこに逃げてしまうんですね。はい、と言いますのも、はい、落ちてしまった飼育員、もちろん怪我をしていた場合は別ですが、血の匂いなどはしません。ですので、ピラニアたちはまず見た目でびっくりしてしまうんですね。大きなものが落ちてきたぞということでびっくりしてしまいます。また南米のアマゾン川は先ほど話したようにとても濁った水だとお話ししました。ですがこちらの水槽の水はですね、とっても透明です。ですからピラニアたちは、はい、大きなものが降ってくるとまず見た目で、はい、びっくりしてしまって水槽の端っこに逃げてしまうんですね。はい、ですが、ピラニアたち餌の匂いを嗅ぎつけた時は、たとえ大きな獲物が落ちて、大きな獲物でびっくりしたとしても興奮状態ですと襲いかかっていってしまうんですね。ですから例えば、先ほど話したような、落ちてきてしまった飼育員が落ちてきた時にですね、腕や足を怪我してしまったとしたらどうなってしまうのかと想像するととっても恐ろしいですよね。私たち飼育員も十分気をつけて飼育しております。はい、では今回第3回目の魚ライブはピラニアたちの恐ろしい姿で締めくくらせていただこうと思います。皆様最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。